h e l ブ o e v ン r y o ジョージアバカー。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。えこの YouTube そろばんチャンネルでは皆様のおかげで YouTube 側から CM をつけていただいております。えー、たまた金額に関してはですね、仮想通貨に交換していって、今年はメタバース上で計算大会を開いていき、え賞金にですね、仮想通貨、賞品に NFT なんかをお配りしていきたいと思いますので、えー、そろばんの先生もですね、最新のブロック、えチェーン技術 えェ、ー、ブ3なんて言われますけど、えー、そこに果敢に挑戦する先生がいてもいいのかなというふうに思っておりますので、えー、ぜひ賛同していただける方はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあやっていきたいと思いますね。今日ちょっと、えー、そのあたりと繋がるんですけどね。えー、メタバースを生徒募集につなげる方法を考えるというテーマでお話ししていきたいと思います。えー ちょっとこれニュースなんですけどね、えー、コインチェックメタバースザ、えー、メタバースゲームザサンドボックスの仮想通貨サンドを、えー、国内初上場ということで、えー、コインチェック、国内のコインチェック、えー、っと仮想通貨の取引所ですね、えー、そこにですね、えー、サンドという仮想通貨の、えー、上場、要は取引ができますよと。で、サンドって何よ っていうところなんですけど、え h、ー、ザ・サンドボックスというですね、メタバースゲームですよね。えー、非常にまあ見た感じ、えー、マインクラフト、マインクラフトのような感じですかね。えー、簡単に言うともうマインクラフトの中で、まあいろんな、えー、ゲームができたり、あとは土地の売買もできたり、えー、アイテムの売買ができるというような、えー、そんなイメージでいいと思います。で、そのゲーム内で、えー 流通する通貨ですね。それがサンドという、えー、名前になります。で、ゲーム内だけで,で、えー、流通するんじゃなくて、なんと取引所に入れることによって、えー、例えば日本円と、えー、交換することができます。 はい。えー、そんな素晴らしい、えー、サンドというのが、えー、コインチェックという取引所。今まではコインチェックは国内なんで、えー、海外の取引所ではサンドというのは売買できたんですけども、えー、国内の、えー、交換所、取引所で、えー、昨日からですかね。あのー、できるようになってると、昨日からというか月曜日か。 月曜日、いや、違うな、昨日から火曜日ですね。24日の火曜日からできるようになりましたという、えー、ニュースですね。えー、っと、今このザ・サンドボックス、えー、ちょっと前まではですね、あのー、ベータ版ということで、えー、少し、あのー、無料で、えー、遊べたんですけども、今それが期間限定で、あのー、今このサザ・サンドボックスの中には入れない状態なのかな なのかなえー、実際に、えー、っと、まあ、企業もですね、えー、っと、このサンドボックス内の土地を、ゲームの土地を買って、えー、その土地を利用して、いろんな、えー、っと、ゲームをや,やらしてみたりとか、えー、反則物、えー、広告なんかを売ったりしてると、えー、そんな動きが、国内も、えー、スクエに、スクエアエニックスであるとか、 ソフトバンクなんかも土地を買ったというようなニュースが出てますんでね。あの、非常に注目を集める。まあ、メタバースのメタバースと一言で言ってもですね、いろんなものがあるわけですね。で、ゴリ先生がよく使ってる、えー、っと、クラスター,、えー。クラスターもメタバースですし、このザ・サンドと、ザ・サンドボックスというのも当然メタバースですし。あの、 いろいろな形があるんですけども、今回は、まあ、先日の動画で、これからちょっと SNS をフル活用して、生徒募集を、えー、しんでいかなければいけないんだというようなお話をしたんですけども、その SN、SNS の中に、えー、メタバースも当然、えー、入れていかなければいけない、えー、と思うんですね。 まだまだ、えー、利用者が多くはないので、の CM、生徒募集にどこまで生きるかっていうところはあるとは思うんですけども、非常にその話題性、えー、面白さというかですね、このザ・サンドボックスに関しても、ゴリ先生、ちょっと覗いたことあるんですけど、非常にまあ、おいです。えー、子どもたちもそのうち、えー、食いつくんじゃないかなというふうに思っておりますので。 まあ、こういう部分も活用しながらですね、まあ、通常の YouTube、えー、インスタ、えー、TikTok、えー、Facebook、Meta か、えー、あとはアメブロとかいろいろとありますけどね、そういうものをフル活用していくんですけども、そのうちの一つに、えー、これからメタバース、えー、メタバースのプラットフォーム、えー、まあ、ゴリ先生はとりあえず、クラスターと、 えー、このザ・サンドボックスというのを注目しながらあの、いろいろ試していこうと思っております。その関係でですね、その関係で、えー、いつもあのイーサリアムの、えー、日本円を、えー、っとこの広告 YouTube からつけてもらって,るってますよ、日本円をという、それに関してイーサリアムに交換してますよという画面を出してるんですけど、 えー、実はですね、サン、そのザ・サンドボックスの、えー、ゲーム内で流通する、えー、サンドという仮想通貨、えー、買いました、えー。買いました。で、こんな感じで、えー、レンディングという、まあ、買ったものに関して、えー、コインチェックに貸せるんですね。仮想通貨で、その、貸す、 まあ、株とかでもそうですけど、貸し株料とか、貸したら、えー、貸したゴリ先生にこう、利息がついてくる。まあ、最大で5%ぐらいつくんですけど、まあ、期間によって、えー、つく利息は変わってくるんですけど、あの、今そういうふうに、えー、とりあえず購入して、えー、レンディングで預けてると。預けてるというか、貸してるという形にしてあるんですけど、こんな感じで今のところ仮想通貨もですね、えー、イーサリアム、あとはこれでサンド。 という感じで、ちょっとずつ増やしていきたいなというふうに思っております。で、プラットフォーム、メタバースのプラットフォームに関しても、えー、クラスター、あとは、まあ、ザ・サンドボックスを、えー、公開、いじれるようになったら、いじっていきたいなというふうに思っておりますので、またぜひですね、あの、 どんどん、そろばんの先生もですね、えー、こういう部分、もう本当に、あの、チャレンジ。えー、うまくいく、いかないかって全然わからないんですけど、あの、このチャレンジ精神だけでも買っていただければなというふうに思っておりますの、ね、で、また随時このチャンネルでですね、いろいろと、えー、メタバース関係、SNS でどうやって生徒募集をしていくか、えー、随時ちょっと、えー、報告していきたいと思いますので、ぜひまた、えー、見に来てくれると嬉しいです。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。 ズー Zoom を利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。